それでは1日15分ストレッチ始めていきましょう。一つの動作を30秒ずつやっていくので、動作に合わせてやってみるといいと思います。まずは大胸筋のストレッチ。後ろで手を組んで胸を張ります。次は背中のストレッチ。手を前で組んで背中を丸めます。この時このように頭が上がっていると効果が薄いので、頭を下げて行います。体側のストレッチ。片手をついて体の横側をストレッチします。バリバラを伸ばすようにするといいでしょう。反対。肩のストレッチ。片手で肘を固め、肘を伸ばします。はい、反対。二の腕のストレッチ。頭の後ろで肘を持ち、伸ばした手で背中を立ち取るようにします。反対。手首上腕のストレッチ。手を前に出して、下手の指を引っ張ります。
反対。ストレッチ、片手で頭の横を持ち、クイズになります。股関節のストレッチ、両膝を横にして背筋を伸ばし股関節を伸ばします。もも裏のストレッチ、片足を伸ばしつま先をタッチします。この時余裕がある時は両手で押さえても構いません。反対。太もも前のストレッチ、上体は肘をついて片足を曲げます。お尻のストレッチ、ももの上に片足を乗せ背筋を伸ばします。
反対。お尻のストレッチその2、足を組んで足を抱きかかえるようにします。反対。腰からお尻にかけてのストレッチ。両肩は床につけたまま、下半身だけをねじります。反対。足の付け根のストレッチ。ももを胸に引き寄せるようにします。反対。ふくらはぎのストレッチ。背を曲げ、前に体重をかけ、ふくらはぎを伸ばします。
以上でストレッチ終了です。自分の体に負担をかけないようにゆっくりとやっていきましょう。お疲れ様でした。